アロハ、UJです。今日、今ね、サーフィンしました。朝のサーフィン、いつものポーカイベイビーチパークレストキャンプでサーフィン終わったところです。あんまり乗れなかった。2本か3本ぐらい乗れたのかな。人がいっぱい混んでたし、なんか波長が合わなかった。全然乗れる気がしなくて、2時間入ってたんだけど、ほとんどプカプカ浮いてて、ボードの上座って足の裏の角質をずっと撮ってました。2時間いっぱい撮れたね。多分集めたらボール1個ぐらい撮れたんじゃないかな。今ツルツルです。でも集められないので全部海の中に溶けちゃいました。そして僕からお知らせがあります。登録者数400人超えました。ありがとうございます。現時点、今の時点でちょっと待ってよ、425人。すごい嬉しいです。これからもよろしくお願いします。425人だからね、全然知らない人が押してくれて、たくさんの人はコメント書いてくれるようになった。僕の動画を見てめっちゃ嬉しい。これからも頑張っていきたいと思います。あとね、お知らせがあります。サブチャンネル開設しました。2つあります。1つ USJ 劇場です。これは軽いトークの番組にしました。このメインチャンネルはハワイに関連したことをどんどん上げていこうかなと思って、 USJ 劇場の方は軽いおしゃべり、ハワイと関係ないこともどんどんやっていくと思うし、この間はギターの弾き語りやったしね、あんなの初めてだって、もうやるなんて思わなかったけどやりました。あとハワイと関係ないことも喋ったりするので、そういうのは USJ 劇場でやってます。結構楽しいと思いますので、ぜひ一回見てください。そしてナイアチャンネルとうとう開設しました。ずっと前から思ってたんだけど、なかなかねナイアの動画が撮れな、作れなくてね、伸び伸びになっちゃったけど、やっと一本動画作れたので開設しました。ナイアチャンネルです。ナイアとカタカナ、チャンネルひらがな、ナイアチャンネル。これナイアの犬の動画です。僕の愛犬です。僕はね、当然だけどね、僕の子供みたいなもんなので、僕ナイア大好きなんですね。なのでこんなチャンネル作れるなんてと思って、僕が一番楽しみにしてるかな。だってそのチャンネル行って何クリックしてもナイアが出てくるわけでしょう。こんな嬉しいことはない。なので楽しんで作っていきたいと思いますので、犬好きな方ぜひチェックしてみてください。ナイアだけじゃなくて、ナイアと一緒に遊ぶ場面も多いと思うので、ハワイの海が映ったり山が映ったり景色が映ったり、そういうのもいっぱい出てきますので、ぜひ遊びに来てください。こんな感じです。それではまたね。アウイホー。